ご無沙汰しております。ここは兵庫県相生駅です。山陽新幹線も停車する駅、今回なんですが、この駅から出ている幹線になることができなかったローカル線というのがありまして、それを乗り通していきたいと思います。改めてもう一回駅名表を見直してみると、西側ですね、選択肢が2つあるのが分かります。要はここから2路線に分かれていくということになるんですが、まず1つ目が山陽本線、これは有名、言わずと知れた日本の大動脈幹線ですけれども、もう一つ赤穂線というのが今回乗っていく路線になります。ただこれ面白いのは、どちらも上郡岡山方面、播州赤穂岡山方面と、これどっちに行っても岡山につながってるんですね。路線図を見てみてもこんな感じ、ずっと伸びていって岡山県東岡山の手前でもう一度合流していることが分かります。こんな感じで山陽本線と赤穂線は並走するように走るんですが、この相生から東岡山までの区間で行くと、これまさかの赤穂線の方が山陽本線よりも 3.2 キロ短いんですね。それにもかかわらず所要時間で行くと約30分も多くかかってしまいます。これ今見えております右側伏線の区間っていうのが山陽本線、左側に伸びていく単線、これが赤穂線なんですね。なんでだと、距離短いんだったらね、赤穂線を伏線にして列車をバンバン走らせた方がいいんじゃないかと思うんですが、なぜこうなったのか、今回これを見ていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。さあ、そして奥の方から入線してきました、関西おなじみ223系普通列車の播州赤穂行きです。関西お住まいの方だとやたら播州赤穂行きの列車が出ていると思うんですが、この列車っていうのは相生まで山陽本線を走った後、赤穂線に入っていくものになるんですね。まずはこれに乗っていきます。赤穂線っていうのは途中の駅で運転系統が分断されているので、一本の列車で乗り通すことっていうのができません。列車は早速相生駅を出発、これ向かい側に止まっているレモン色の列車、これが山陽本線を走る普通列車で、ここから先岡山方面を目指していきます。まあ、とはいえこの列車も岡山方面ではあるんですけどね。ここまで兵庫県神戸から続きました、線形のいい伏線から分岐単線区間に入っていくことになります。ここから先の区間、山陽本線は最高速度時速120キロなんですが、赤穂線は時速95キロが最高ということで、ここから先出せるスピードというのも遅くなります。で、まあ本題の赤穂線短いのになんで単線で時間かかってるんだって話なんですが、歴史を振り返ると、最初に山陽本線が今赤穂線が走ってる山側、ここを山陽道に沿うように建設されたんですね。そうするとその過程で兵庫県と岡山県の県境にある船坂峠という難所、これを通ることになったと。でそこでよりこの区間を短絡的に結ぶ路線っていうのを作って、山陽本線の輸送力を担うバイパス路線を作ろうということで計画されたのがこの赤穂線だったわけです。戦前の計画では新幹線もこの赤穂線に近いルートで建設される予定で、そうするとまさに今走っているこの線路っていうのが山陽本線になるはずだったんですが、残念ながら戦争の影響で一回工事がストップしてしまうんですね。結局戦後1962年にこの赤穂線は全線開通することになるんですが、この時点では赤穂線全線単線で、また一部非電化の区間もあったと。一方の山陽本線はもうその頃にはこの区間全て複線で電化も完了しているということになっていて、かなりの差がついていたわけです。その結果、当初想定されていた山陽本線のバイパス路線という役割ではなく、地域輸送を担うローカル線としての存在になったわけですね。やっぱりいくら距離が短いとはいえ、少しスピードが遅くて単線だと列車の交換をしないといけませんから、その結果必然的に時間もかかってしまうということです。列車は相生から3駅先です。終点の播州赤穂駅に到着。ちょうどこれ向かい側から入ってきたのは岡山方面から来ました、この駅マネド普通列車、次はこの列車に乗っていきます。山陽本線だと相生から岡山までっていうのは1本で行きますからね。所要時間は山陽本線だと約1時間、赤穂線経由だと約1時間半かかることになります。この車両もね、なんか103系に似てるような顔つきをしておりますけれども、岡山駅の表示、この2両編成の列車に乗り換えていくことになります。車内はね、このようなボックス型のクロスシートが並んでおりまして、これもなかなか座り心地がいいんですよね。旅気分を味わうことができるんですが、もう一回改めて路線図を見てみると、距離が短い赤穂線の方がこれ駅数が多いの分かりますかね。上側が山陽本線ですから、まあ、こういうところでこの赤穂線が地域輸送に徹しているっていうのがよく分かります。兵
車が出発しまして、いやここから先も単線区間をのびのびと走っていくことになるわけですが、なんか行き先のディスプレイみたいなのを見てみると、こうやってね岡山方面までの駅、それから出雲市、出雲市、これ島根県ですけど、ここからだとかなり離れてる駅名っていうのもね、この画面には標準的に表示されているようです。列車は播州阿古を出て2駅先備前福川駅に到着するわけですが、この駅結構面白いんですね。列車の交換設備っていうのはありませんから、一面一線のホームなんですが、実はこの駅備前って書いてあるんですけど、これ兵庫県なんですね。そう、兵庫県なのに備前を名乗っていると、なんかすごいタイトル詐欺かと思われるかもしれませんが、この駅が作られた時ここは岡山県で、その後兵庫県阿古市に合併したということで、駅名は昔のまま備前を名乗り続けているということです。なかなか面白いですよね。またこの阿古線、景色も素晴らしくて、山陽本線と比べて海側を走ることになりますから、旅気分を味わうなら本当におすすめ。今もちらっと瀬戸内海を見ることができましたけど、18切符のシーズンとかは姫路から岡山間、山陽本線というのはかなり混雑するんですね。その一方で阿古線は比較的空いている印象です。でここで列車はお隣の駅、総合駅に到着するわけですが、もうここからは岡山県、ここからが一番瀬戸内海に接近する区間になります。今到着しているのは日生駅、すごいですよね、いくつも船が止まっております。この駅前すぐのフェリー乗り場から小豆島行きの船というのも出ております。日生から小豆島までというのは約1時間。ここは降り立ったことがあるんですが、牡蠣の入ったお好み焼きとか、あと地元の B 級グルメエビ飯等、いや美味しい食べ物がいっぱいです。地図を見てみると、一番山側を山陽本線、そして山陽新幹線、阿古線の順番で並走するように走っているっていうのが分かります。後ろからはとんでもないスピードで新幹線に追い抜かれていきまして、またすぐトンネルに入っていきます。これ面白いのは、奥の方に山陽新幹線のトンネルが見えるわけですけど、この入り口のところですね、新幹線の幅よりかなり広く囲ってあるのが分かります。これは緩衝高といって、トンネルドンと言われる圧力波を緩和するための設備です。列車は播州阿古から6駅目備前片上駅を出発。これ阪急中津駅並みに展示ブロックの内側というのが狭い島式ホームを見ながら、阿古線の終わり東岡山駅まではあと9駅さらに西に進んでいきます。でまあ、この区間では随分ね、これ一直線で線路が伸びているのに、なんか速度が遅いんですね。なんでだというところなんですが、この先、これ今止まれと書いてあってね、踏切があるのがお分かりいただけると思うんですが、よく見てみるとね、この踏切遮断機がないんですね。こんな感じで危険とだけ書かれてあります。このような踏切っていうのもこの阿古線内では結構見ることができます。少しの区間山陽新幹線と並走していたわけですが、ここから阿古線は南下を始めます。本来直線で行こうと思ったらね、山陽新幹線にそのままついていけばいいんですが、先に開業したのはこの阿古線ですからね、当時はなかったわけです。単線の路線ですから、このように交換設備のある駅で列車の行き違いを行います。この列車が行ってからもね、3分ほどこのホームには止まっていたと思います。こういうことが重なってですね、また最高速度が少し遅いっていうのもあって、約30分ほどの差につながっていると、そういうことになります。ただ乗っていてお客さんはね、結構いる印象でしたね。こう徐々にどんどんお客さんが乗ってくるイメージで、この路線の重要性というのも感じたものです。また乗り心地なんですが、草津線と少し似てて上下の揺れが多少ありましたね。この鏡を見ても分かる通りです。さあ、そして列車は西園寺、間違えた、西大寺駅に到着。2面3線の大きな駅です。西大寺というからにはこの近くにお寺があって、これ有名なのが日本三大奇祭の一つ裸祭りですね。その写真がデカデカと載っております。この駅発着の列車っていうのもあって、今ちょうど止まっているこの列車、まさにここから折り返して伯備線、備中高橋まで行く普通列車です。でここら辺だんだんね、岡山に近づくにつれて、線路の枕木もね、コンクリートになって、乗り心地の少しの違いっていうのも感じることができます。マックス95キロ近く出しておりまして、ご飯一杯いけそうな素晴らしい走行音も楽しめます。
そして相生駅を出発してから1時間と13分です。進行方向右側、先ほど分かれました。ここで山陽本線と合流。確かに並走を続けて同じところまで続いていたわけです。またその奥側には山陽新幹線のトンネルというのも見えまして、相生駅以来この3路線が揃い踏み。そしてそのまま列車は赤穂線の終わり東岡山駅に到着です。この列車は岡山行きなので、ここから先は山陽本線の線路を通っていくことになるんですが、こうやって見てみると当たり前のように110キロ表示っていうのもありまして、改めて山陽本線、日本の大動脈の一つですからね、素晴らしい線形の良さについても思い知らされるわけです。先ほどまでこう首を振り倒していた鏡っていうのもね、ピタリと止まりまして、これも時速70キロくらい出てますから、かなりの違いです。駅名表には播州赤穂行きのものに関しては赤穂線と赤色で示されていて、非常に分かりやすくなっています。そしてその10分後、相生を出てから1時間と27分でこの列車は終点の岡山に到着するわけです。東岡山からこの岡山までの区間っていうのは、別に赤穂線から来た列車に乗ってもいいわけで、お客さんも一気にぐっと増えた印象ですね。こうしてローカル線の旅も終わり、30分多くかかるということだったんですが、景色がね、素晴らしかったですから、やはりこれ飽きることがなかったですね。速達化に関しても山陽本線に慣れなかったっていうのは少し悲しいことではあるかもしれないんですが、結局これも赤穂線をわざわざ早くする必要がないと、つまり姫路から岡山の間っていうのは、山陽本線がね、伏線電化されて、しっかりもう速達化が完了してるんだと、いうところでこのような現状なのかなと思うので、選択肢これ2つありますからね、たまには景色を味わいつつのんびりと行くっていうのもいいのかもしれません。今回は関西を走るローカル線赤穂線のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。